どうも、ベタです。ドラクエタクトやっていきたいと思います。そして今日は、リベンジ。竜王ガチャのリベンジやっていきたいと思います。まあ、出るまでね、引ければ確定ということで、まあ、今日は出るまで引いていきたいと思っております。では、やっていきましょう。まずは、10連目。やっていきますね。ささっと出てほしい。出たら終わりにします。出たら終わりです。さあ、よろしくお願いいたします。さあ、虹。もうね、このガチャ、課金ガチャは正直自分はドラクエタクト始まってまだいい思いしてません。ちょっとね、引き弱なとこ見せてしまってるんですけども、そろそろ追いガチャで見せていきたいなと。そろそろ引き強なとこを見せていきたいなと思うんですけども、初っ端からちょっと銀が多いですね。虹なしかな？うん、この辺はね、もうほとんど覚醒してるんだよな。金はまだなんで。おお、S 出た。え、マジか。昇格しましたね。グレートドラゴン、ありがとうございます。自分の、やっと S7 体目ですね。うん、グレートドラゴン、ありがとうございます。この調子で銀も昇格してくれると嬉しいんだけどな。ちょっと今演出飛ばしちゃったな。来ねえだろうと思って飛ばしちゃった。はい。でも、幸先いいですね。グレートドラゴンが出てくれた。幸先はいいぞ。さあ、竜王。竜王、引いていきたい。頼むぞ。二次クジャクだけはやめてくれ。二次クジャクもう次で5凸なんで。いや、頼むぞ。二次クジャクは来るな。こんなこと言ってると来るんですよね。さあ、20連目やっていきたいと思います。行きましょう！さあ、今日は、竜王が出る日でしょうか ?S 連発してくれる日でしょうか演出がしょぼい。演出がちょっとしょぼいんだよな。でもさっきみたいにね。昇格あり得ます。昇格があり得る。でもこれはさすがにオール銀だからないか。なさそうですね。金でもいいんで、A ランクでもいいんでね、昇格してほしい。A ランクでも強いキャラはいるんでね。昇格しなさそうかな。はい。もうほぼほぼ覚醒しちゃってるからな、B ランク、C ランクは。はい。まあ、こんな感じです。B ランク、C ランク。では、30連目。さあ、竜王。竜王出るまで引きたいんで、よろしくお願いします。行きましょう！さあ、このね、ゴールドも結構ありがたいんですよね。本当にゴールド不足。このゲームはゴールド不足が激しいんで、そして、来た !S 確定。うん。これ確定演出だよね。うん、後ろに、スラクトも飛んでるんで。スラクトも飛んでるんで、あれ？虹来るよね。さすが虹来るよね。1枚は来るよね。はい、来た。さあ、竜王。ここで竜王引いていきたい。頼むぞ。虹が大事。おお、かぶるね。おお、かぶるね。3連チャン。さあ、C4 連チャン。はい。さあ、次。え、次だよな。いや、この次か。この次は虹です。さあ行きましょう。さあ竜王引けてください。お願いします。 23% ホワイトキング、かぶるねなんか自分のガチャって覚醒よくしてくれるんですけど、新規のキャラが出てくれないんですよね。グレートドラゴンがやっと新規の S7 枚目のものが出てくれたんですけども、覚醒ばっかなんだよな自分。ちょっと辛いな。覚醒ばっかりはちょっと辛い。はい、では、まあ、でもね、ここまで30連で2枚 S が出てます。いつものベタとは違う。いつものベタとは違う。さあ、竜王も出していきましょう。40連目。いきます。さあ。100連で出したいなぁ。せめて100連で出したい。でも、この辺でも S が来てくれると、お、久しぶりの金演出。でも、これは金 A ランクだからね。S ランク確定じゃないんだよな。昇格してくれると嬉しいけどね。はい、A ランク。昇格せず。うん、いいね。アムライの。はい。この辺は CB はね、昇格しなかったら意味がない。はい、昇格しない。はい、ツララスライム。まあ、銀は来ないかな。あ、来た！来たー！竜王昇格来ましたね。いやー、ありがたい。今日、調子いいです。今日、
40連で3枚出てくれた。これでかすぎる。ありがとうございます。いやー、ありがてえ。もうここでステイします。うん。すいません。まあ、100連分は入れてたんですけども、竜を引けたということで、自分はここでストップかな。うん。いや、これで自分もハテナハテナハテナ、初めてのハテナハテナハテナゲットでございますと。で、一応ね、今ゴールドがないので、すぐに覚醒は、昇格をさせてはいけれないのですが、まあ今日中に、まあ周回してゴールドを貯めて上げていければなと思ってます。うん。竜をね、ありがとうございます。これはまあとりあえず400はいけるね。まあレベルアップも一応今んとこ結構レベルアップの巻物は使ってませんので、うん。いけますね。ありがとうございました。はい、ということで今回はなんとか竜を当てることができました。ドラクエタクトをやって初めての引きかな。初めてここまでいい引きをさせていただきました。よかったです。今回はね、ちょっと短いですが、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。